ガイウスユニウスブブルクスブルトゥスは、紀元前4世紀の共和制ローマのプレブス出身の政治家、軍人、失政官や独裁官を歴任し、二度の外戦式を挙行した。また、紀元前307年には観察官を務め、サルウス女神の神殿を寄進しているが、これはプレブスが神殿を混立した最初の例であった。この神殿は、抽象的な女神に捧げられた。 最初のものの一つであり、ガイウスユニウスは、基震を決定した後、建設までを管理監督した最初の将軍の一人であった。記録に残るガイウスユニウスの実績は不明瞭であるが、彼が紀元前317年から紀元前302年にかけて何度も行為の官職を務めたことから、ティトゥスリウィウスが述べるような特徴のない人物ではないであろう。紀元前317年。 ガイウスユニウスは、パトリキ出身のクイントス・アイミリウス・バルブラと共に、執政官に就任した。二人は、紀元前311年にも同時に、執政官となっている。紀元前4世紀中頃から、紀元前3世紀初めにかけて、同じパトリキとプレブスの執政官コンビが何度か見られることから、両者融和の政治的な意図が示唆される。第二次、サムニウム戦争の時代は、 ローマの新たなエリート支配階級であるノビレスの形成実機であった。ノビレスはパトリキ・プレブス双方で構成され、その権力を上昇させていた。執政官としてガイウス・ユニウスはウェスティニ族に対する支配を回復するためにイタリア中部で軍事力を行使した。紀元前313年、ガイウス・ユニウスは二度目の執政官に就任。 同僚失政官は5度目の就任となるルキウス、パピリウスクルソルであった。いくつかの資料では、彼は、ノラ、アティナ及びカラティアを占領したとされている。翌紀元前312年には独裁官、または独裁官、ガイウススルピキウスロングスの副官に任命されており、マルキニ族との戦いに派遣され、いくらかの成功を得ている。紀元前311年、3度目の失政官に、 就任すると、サムニウムでの作戦を担当した。アウグストゥス時代の歴史家、ティトスリウイウスによると、エトルリアは、サムニウムと同盟し、ローマの植民都市であるストリウムを攻撃していた。ガイウスユニウスは、夜明けまで続いた戦いに勝利した。ただし、作戦の結果自体は明確ではない。彼が得たのは、カリウム、カタラクタ、ケラウニリアといったあまり知られていない。 小さな町を占領した程度であった。リヴィウスによると、クルーヤエを奪回し、ペントルの町であるゴーヤヌムを占領したとするが、これは後に、ユニウス氏族が宣伝のために創作したものかもしれない。紀元前1世紀の歴史家シュッケリアのディオドロスは、ローマ軍の行動を称賛しており、他方12世紀の歴史家ゾナラスの記述は好ましくない、結末となっている。 この評価の差は、ローマの勝利は小さく、損害も大きかったことを意味するものかもしれない。勝利が、どの程度のものであったにせよ、ローマに戻ったガイウスユニウスは、外旋式を実施している。また、ガイウスユニウスと同僚のクイントゥス・アイミリウスは、前年の観察官アッピウス・クラウディウス・カエクスと、ガイウス・プラウデウス・ウェンノクスが提案した、元老院の役割改革案を拒否している。 ガイウス・ユニウスは、紀元前310年と、紀元前309年に独裁官、ルキウス・パピリウス・クルソルの副官に就任しているが、紀元前309年の場合は彼自身が、独裁官であった可能性もある。紀元前307年、観察官として、同僚のマルクス・ワレイウス・マクシムス・コリヌスと共に、道徳的な理由で、元老院からルキウス・アンニウスを追放している。 アンニウスは、社会的契約事項を守らず、結婚時に処女であったにもかかわらず、彼の妻を離縁していた。紀元前302年には独裁官に就任するが、リウィウスのこの年の記録には、混乱が見られる。リウィウスは、ガイウス・ユニウスとマルクス・アレリウス・コルウスが、独裁官であったとするが、少なくとも4つの戦線に対処する必要があった、ことから、複数が任命された可能性もある。 ガイウスユニウスは紀元前304年から紀元前300年にかけての一連のアエクイ戦の一つを担当した。彼はアルバが植民化された時の暴動を直ちに鎮圧し二度目の外戦式を行った。この時以降アエクイは独立した民族としては存在しなくなった。カピトリーの美術館にあるさ、ルースの石像ガイウスユニウスは三度目の失政官の時。 サムニウム軍の待ち伏せ攻撃にあったが、この時、ユーピテルとマールスに祈り、サルウスには脱出を誓った。サルウスは、健康、富、安全、個人的、国家的困難からの救済の女神である。この頃は、薬病も流行しており、紀元前313年には、ガイウス・ポエテリウス・リボ・ウィソルスが、流行を抑えるための、釘打ちの儀式のために任命されている。 薬病の流行も、サルウスの恩恵に対する異形を招いたと思われ、ガイウスユニウスはサルウスに脱出を誓った、戦闘の5年後、すなわち、ケンソルを務めていた、紀元前307年に、神殿の建設を公約したと思われる。紀元前302年には独裁官として、その奉能を監督している。神殿には、クイントスファビウス・マクシムス・ルリアヌスの親戚の、 ガイウス・ファビウス・ピクトルが絵を描き、彼の家族のコグのーであるピクトルは、この時に得たものと思われる。紀元前91年に、デキムス・ユニウス・シラヌスが鋳造したデナリウス銀貨には、サルウスが刻印されているが、これは、彼の祖先がこの神殿を建設したことを思い出させる、ことを意図したものであろう。ありがとうございます。